今上げてった仕事後の方へ行くほど難易度上がってったように思いますけどそれは俺の仕事なんです柄出しって何竹出しとは違うの鳥ラ出しでもないの <laughs> 人が住めなくなって解体した家などの廃材を運んだりといった仕事だよ木材ならまだしもコンクリートなどもあるから力仕事だなあじゃパリパリに瓦礫の撤去的なことをするのかまあ、主人公だけだったら別にノーダメージじゃねえと思うけどね先輩大変 優しいね、あすみは。<laughs> この前の怖い奴以来のセリフが、ここまで慈愛に満ちたセリフだと、ちょっと余計天使に見えちゃうな。でも、工事現場で重そうなもの運んでるお兄さんとか、かっこいいよね。タオル頭に巻いて、火に焼けたお兄さんとか好き。ああ、アメリはガテン系好きそうだわ、確かに。<laughs> そりゃ、筋肉に対する憧れはあるけどね。俺は己の生白い貧弱な腕を心細く思った。<laughs> 大丈夫。お前は、優しさがあるから。<laughs> 筋肉がなくとも、アメリの心を射止める優しさがあれば大丈夫だ。女 たちは現地の人のお手伝い、お料理とかお掃除とかお洗濯だね。あと、お年寄りの話し相手になったり、子供たちと遊んであげたり、俺からしたらむしろ女の子たちの仕事の方が大変そうだなと思っちゃうわ <laughs>。対人関係なんてそんな不確定。要素を相手するぐらいだったら、瓦礫とか無機物運んだ方が全然いいもんな。はい、副会長得意です。はい、問題は右から2番目のやつだな <laughs>。 <laughs> こいつは、年寄り相手にも、容赦なく踏みつけないか心配でしょうがないけど <laughs>。それなら私にもできそう。よかった。要塞の二人は間違いなく子供たちの相手が適任だね。で、問題は、真ん中二人がお年寄りを相手にした場合、片方、意味のわからんギャル語を発して、会話が通じなくなるか、片方踏んづけるかの心配しかないもんな。塩ふしよよには、学習指導もお願いしたいかも。来年の受験を控えてる子たちが、書き講習を受けられずに困ってるからさ。あ、適任じゃん。ちょうど主人公のお勉強も教えていたところだしね。 勉強教えてる時の塩は結構いつにも増して優しさ成分多めだったから割と安心して見れるかも。私は生徒会の役員ではないのですが。いえやりましょう。ボランティアの内容自体に興味があります。お前どうした？<laughs> そんな聖人君主キャラなわけないよな。あれか新しい小説の物語に、被災者の登場人物とかでも出すのかところで、釣りは必要ありませんか私の釣りの腕前であれば、地元の皆さんに貢献できると思うのですが。どんだけ釣りやりてんだよ <laughs> 遊びと仕事を開けろっつってんだろうが <laughs>。お仕事のやり方、進め方については、現地のリーダーの方が指導してくれるから問題なし。以上、おケまるいや、全然おけまるじゃないだろうなっていう人が一人いるんだけど <laughs>。 <laughs> ここに顔も出さず声も出さずひっそりと佇んでるやつがいるんだけど、そいつがオケマルかオケバツかはちゃんと確認した方がいいんじゃないか。つ釣りは。うるさいなお前<笑><笑>なんその釣り関連になるとダメダメ人間になっちゃうんだよ。今年の生徒会の夏はボランティア合宿に行くぞ。ま今だけはミリさんのこの話を聞かない傾聴力の低さがとても助かっているね。指導してくれる人がいるなら初めてのボランティアでも大丈夫かな。困ってる地域のお手伝いという内容だけにやってみたさはある。何せ俺は怠惰の面でクズではあるけど人様から感謝をされるのは好きなのだ。電車 席とか喜んでお年寄りに譲るタイプでもそのお年寄りから話しかけられて長話してるようなことはしたくないでしょお前は <laughs> ちょっと面倒くさいタイプなんだよなただ問題は力仕事だ体力持つかな俺さてそれじゃあ夏休みの活動予定も決まったところで水着の買い物行きますかあカの意外と平気そうな顔してんだ <laughs> 特に喋ることがないから出演してなかっただけかえ今からみんなで来 そういうい後でだったのか <laughs> <laughs> ミリさんの脱ぎたてほやほやしたきかと思いきや主人公の卸ろしたてほやほや水着かい。<laughs> いや、お前来ればいいじゃん。<laughs> 別に来んなとは言われてないんだから、一緒に買わないにしても水着選びに行けばいいじゃん。自分でも不思議なんだけど、どうして私、あれだけ資料見て水着のイラストもいっぱい描いてるのに、自分が着る水着のイメージは湧いてこないんだろう。カノは自分に似たキャラとかは絶対描かないタイプなのかな。まあ、それ自己肯定感低いカノだから愚問だったわ。チャンネル登録。 最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったら高評価、コメント、チャンネル登録お願いいたします。それではまた次回の動画で。バイバーイ